朝、太宰治。私は遊ぶことが何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、ともあり遠方より来たるのをいつも密かに心待ちにしている状態で、玄関がガラッと開くと、眉を潜め、口をゆがめて、けれども実は胸を躍らせ、書きかけの原稿用紙を早速取り片付けて、その客を迎える。ああ、これはお仕事中ですね。いやあ、何。そうしてその客と一緒に遊びに出る。けれどもそれではいつまでも何も仕事ができないので、某所に秘密の仕事部屋を設けることにしたのである。それはどこにあるのか。家の者にも知らせていない。毎朝9時ごろ、私は家の者に弁当を作らせ、それを持って、その仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には、訪れてくる人もないので、私の仕事も大抵、予定通りに進行する。しかし、午後の3時ごろになると、疲れても来るし、人が恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中で、おでん屋などに引っかかって、深夜の帰宅になることもある。仕事部屋。しかし、その部屋は女の人の部屋なのである。その若い女の人が、朝早く、日本橋のある銀行に出勤する。その後に私が行って、そうして四五時間そこで仕事をして、女の人が銀行から帰ってくる前に退出する。愛人とかなんとか、そんなものではない。私がその人のお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、ある事情で、その娘さんと別れ別れになって、今は東北の方で暮らしているのである。そうして時たま私に手紙をよこして、その娘の縁談について私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と会い、あれならいいお婿さんでしょう。賛成です。なんて人角の苦労人の言いそうなことを書いて、送ってやったこともあった。しかし、今ではそのお母さんよりも娘さんの方が余計に私を信頼しているようにどうもそうらしく私には思われてきた。菊ちゃん、こないだあなたの未来の旦那さんに会ったよ。そう、どうでした？少し、キザね。そうでしょ？まあ、でもあんなところさ。そりゃあもう僕に比べたらどんな男でもアホらしく見えるんだからね。我慢しな。そりゃそうね。娘さんはその青年とあっさり結婚する気でいるようであった。昨夜私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは毎夜のことであって何も珍しいことではないけれども、その日仕事場からの帰りに、駅のところで久しぶりの友人と会い、早速私のなじみのおでん屋に案内して、大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけてきた時に、雑誌社の編集者が多分ここだろうと思った、と言って、ウイスキー持参で現れ、その編集者の相手をして、またそのウイスキーを一本飲み尽くして、こりゃあもう吐くのではなかろうか、どうなるのだろうと自分ながら空恐ろしくなってきて、さすがにもうこの辺でよそうと思っても、今度は友人が席を改めて僕にこれからおごらせてくれと言い出し、電車に乗ってその友人のなじみの小料理屋に引っ張って行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編集者の両人と別れた時には、私はもう
歩けないくらいに酔っていた。止めてくれ。うちまで歩いて行けそうもないんだ。このままで寝ちまうからね。頼むよ。私はこたつに足を突っ込み、二重回しを着たままで寝た。夜中にふと目が覚めた。真っ暗である。数秒間私は自分の家で寝ているような気がしていた。足を少し動かして、自分が足袋を履いているままで寝ているのに気がついて、はっとした。しまった。いけねえ。ああ、このような経験を私はこれまで何百回、何千回繰り返したことか。私はうなった。お寒くありません？とキクちゃんが暗闇の中で言った。私と直角にこたつに足を突っ込んで寝ているようである。いや、寒くない。私は上半身を起こして、窓から小便してもいいかね、と言った。かまいませんわ。その方が簡単でいいわ。キクちゃんも時々やるんじゃねえか。私は立ち上がって、電灯のスイッチをひねった。つかない。停電ですの。とキクちゃんが小声で言った。私は手探りでそろそろ窓の方に行き、キクちゃんの体につまずいた。キクちゃんはじっとしていた。こりゃあいけねえ。と私は独り言のようにつぶやき、やっと窓のカーテンに触って、それを排して窓を少し開け、流水の音を立てた。キクちゃんの机の上にクレーブの奥方という本があったね。私はまた以前の通りに体を横たえながら言う。あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭やまた廊下の階段の下の暗いところなどで平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするということも、だから本来は貴族的なことなんだ。お酒お飲みになるんだったらありますわ。貴族は寝ながら飲むんでしょ。飲みたかった。しかし飲んだら危ないと思った。いや、貴族は暗黒を厭うものだ。元来が臆病なんだからね。暗いと怖くてダメなんだ。ろうそくがないかね。ろうそくをつけてくれたら飲んでもいい。キクちゃんは黙って起きた。そうしてろうそくに火が点ぜられた。私はほっとした。もうこれで今夜は何事もしでかさずに済むと思った。どこへ置きましょう。食台は高きに置け、とバイブルにあるから、高いところがいい。その本棚の上はどうだろう。お酒はコップで？深夜の酒はコップに注げ、とバイブルにある。私は嘘を言った。キクちゃんはニヤニヤ笑いながら大きいコップにお酒をなみなみと注いで持ってきた。まだもう一杯分ぐらいございますわ。いや、これだけでいい。私はコップを受け取ってぐいぐい飲んで飲み干し、仰向けに寝た。さあ、もう一眠りだ。キクちゃんもおやすみ。キクちゃんも仰向けに私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい目をしきりにパチパチさせて、眠りそうもない。私は黙って本箱の上のろうそくの炎を見た。炎は生き物のように伸びたり縮んだりして動いている。見ているうちに私はふとあることに思い至り、恐怖した。このろうそくは短いね。もうすぐなくなるよ。もっと長いろうそくがないのかね。それだけですの。
私は黙した。天に祈りたい気持ちであった。あのろうそくが尽きないうちに、私が眠るか、またはコップ一杯の酔いが冷めてしまうか、どちらかでないと、キクちゃんが危ない。炎はチロチロ燃えて、少しずつ、少しずつ、短くなっていくけれども、私はちっとも眠くならず、またコップ酒の酔いも冷めるどころか、五体を熱くして、ずんずん私を大胆にするばかりなのである。思わず私はため息を漏らした。足袋をお脱ぎになったら？なぜ？その方が暖かいわよ。私は言われるままに足袋を脱いだ。これはもういけない。ろうそくが消えたらそれまでだ。私は覚悟しかけた。炎は暗くなり、それから身もだえするように左右に動いて、一瞬大きく明るくなり、それからじじっと音を立てて、みるみる小さくいじけていって消えた。しらじらと夜が明けていたのである。部屋は薄明るく、もはや暗闇ではなかったのである。私は起きて、帰る身支度をした。